どうも、ソータです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はインスタグラムできればやってほしいおしゃれ技2000ということで、最近インスタグラムありがたいことにフォロワー1万人達成させていただいたんですけど、まあ、そんな中でもインスタグラムで使える iPhone の便利技っていうのを2本ほどショート動画を作ってました。でそちらかなり好評で、まあ、こんな風にやってみたいとか、だけどやってみたけどなかなかできなかったよっていう方もいたので、まあ、今回は復習としてこちらの長編動画として残しておこうと思います。やはり皆さんインスタグラムって YouTube と一緒でかなり使う機会多いと思いますし、いろいろとサクサク使えて、お友達にシェアする時とかにも使える技とか DM の戦略で使えるプレゼントみたいな形なので、ぜひご活用していただいて、毎日のインスタグラムをより楽しんでください。このように僕のチャンネルでは iPhone や iPad の便利術だりとか、ソータシンプルライフというブログを運営していて、そちらのブログ記事解説を行っているので、よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またインスタグラムや TikTok でも毎日 Apple 製品に関するショート動画を発信しているので、合わせてフォローもよろしくお願いします。何かわからないこととか相談したいことがあったら、概要欄のコメント欄かソータの公式 LINE を追加していただいて、お気軽にご質問ください。それでは本編に入っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。手書きでメンションできるの設定方法を紹介します。まずは落書きで自分の名前をこのように書いてください。続いてはテキストで自分自身をメンションします。完了したらちょうど大きさを合わせて場所も合わせてください。その後テキストのメンションの色を変更していきます。スポイトのカラーを外に出すと消えます。これでメンション完了です。おめでたすぎる DM 戦略。まずは前回の動画の復習でこのようになぞって Apple と打ってください。そして検索画面を打つと、なんとこのようにデザインを設定できます。今回はプレゼントを送ってみます。こちらをタップすると、このように開けます。他にも様々なデザインがあるので、ぜひ試してみてください。この度、公式 LINE を始めました。ソータの限定情報やコンサルなどのお得情報を発信していくので、よければ友達追加をしていただけると嬉しいです。すぐ近くにある QR コードや概要欄のリンクからチェックできます。それでは続きをどうぞ。いかがだったでしょうか。このようにストーリーズの手書きとか個人的にはされたら嬉しいなっていうのもありますし、 DM で普通のメッセージじゃなくてちょっとおしゃれなデザインになってるとおって思ったりするじゃないですか。そういうちょっと些細な工夫っていうのが意外と親密さとかを深めたりとか、そういうのにもつながるので、ぜひ何か大切な時とかすごい重要なストーリーとかあげる時には活用していただければなと思います。まだまだ他にもインスタグラムの便利技とかはきっとあると思うので、これからも探していいなって思ったのがあれば皆さんにシェアできればと思っています。このようにこのチャンネルでは iPhone や iPad などの Apple 製品に関する情報だったり、ソータシンプルライフというブログを運営していて、そちらのブログ記事解説を行っているので、よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また Instagram や TikTok では毎日ショート動画を発信しています。よければフォローもよろしくお願いします。何かわからないこととか相談したいことがあったら、お気軽にコメントに残していただいたり、ソータの公式 LINE を追加していただいて、お気軽にご質問いただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。他にも Apple 製品の動画がいっぱい自分の動画のところにはあるので、合わせてご覧になっていただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。バイバーイ。最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。公式 LINE では追加していただけると限定のお得情報を発信しているので、よければ追加をよろしくお願いします。また僕のチャンネルでは iPad や iPhone などの便利術を紹介しているので、合わせてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会えることを楽しみにしています。また次の動画でお会いしましょう。